今回はコンピングの2回目になります。前回のうなずきに加えて今回は段落の区切り方のバリエーションの練習をしましょう。前回はこの譜面のようにフィルインをして1の頭にクラッシュをしました。1の頭は非常に強い強拍で安定しているので話が終わった感じがすごく大きくなります。なので毎回4、8小節で区切られるとアドリブをしにくくなる原因となります。毎回そういうことですね、わかりました、そういうことですね、わかりましたと言われる感じですね。なのでなるほど、でどうなったんですかのように区切ってるけど進行してる感じ、それがアンティシペーションと言われるシンバルの杭で解決する形です。リズムが進行する感じなので進行形と呼びます。段落を区切る部分で相手のソロがアンティシペーションしていてもしていなくても、こちらはどちらを選んでも大丈夫なんです。一緒だと跳躍感が気持ちいいし、そうでなくても問題はありません。試してみましょう。この8小節のアドリブでは4小節目はフレーズが頭に、8小節目はアンティシペーションしています。まずはどちらもアドリブと合っている形を選んだバージョンです。今度はアドリブと逆をやってみましょう。このようにどちらでやっても大丈夫です。特にアドリブのコンピングの際の段落の区切りはあまり相手に合わせるというふうには考えなくて大丈夫です。ビッグバンドのセクションの場合は少しアンティシペーションを合わせてあげないと管楽器は吹きにくくなってしまいます。それでもアンサンブルとしてはリズムが崩れなければ成立しますので、とにかくリズムが崩れないというのがドラムの第一条件になるわけです。次に段落を毎回クラッシュで区切るととても大げさな感じになってしまうので、バスドラムの表で区切っていくという形です。この軽い段落の付け方だと5小節目や9小節などの大きな強迫でなくても気軽に区切っていくことができます。ただし1の表の音は非常に安定感、終止感が強いので、ポップスをやっていたドラマはよくこれを多用してしまうんですが、こんな感じになってしまいます。これだとギターがソロしにくくなってしまいます。突然会話が区切られるからですね。そういうことですか、そういうことですか、そういうことですかの連発のような感じです。それではどうすればいいか。フレーズが裏から来て表につながっていれば問題はありません。他にもいろんなバリエーションがありますが、この3種類は非常によく使う形です。後で出てくる自問自答形に分類されます。1番は足から足へやってしまいましたが、これだと全然問題ないですよね。こうやって段落を変えたり、少し大きめの区切りを入れたりして会話を膨らませていきましょう。今回は以上です。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ドラム講座メールマガジンの方では、実際の曲でどのように使っていくかということを細かく解説しています。ぜひ登録お願いします。それでは。